ズームインジョブ。ズームインジョブは子どもたちにお仕事紹介をする動画です。今日のゲストは卓球選手の岩渕幸洋選手です。はい、卓球選手とはどんなお仕事ですか？まあ、僕は、練習を、まあ、ずっと昼間からやらせていただいて、週6日ほど練習をして、まあ、試合があったら、まあ、海外の試合もあるんですけど、いろんなところに試合に行って、活動させていただいております。卓球選手としてこれからどのような活動をしていきたいと思っていますか？まあ、僕はそのパラリンピックの卓球の競技を目指してやっているんですけれども、パラ卓球の面白さだったりパラ卓球の魅力っていうのを多くの人に伝えられるように活動していきたいと思っています。はい、子どもたちに、一言お願いいたします。はい、僕は生まれつき足が悪くて、まあ、装具をつけて卓球をしているんですけれども、まあ、ただその卓球をしている中でできないことっていうのがあると思います。ただそれで終わりにさせてしまうのではなくて、まあ、そこから違った何か自分なりにできる方法っていうのを工夫して見つけることがきっとできると思うので、何かできないことにを見つけてしまった時も何かこう違う方法で必ず乗り越えられると思うので、いろんな頑張り方でぜひ頑張ってほしいと思います。はい、ありがとうございました。